こんばんは。こんばんは。今日は飯塚選手が家に来てくれました。ありがとうございます。来ちゃいました今日。なんか久々っすね、会うの。久しぶりだね。なんか練習とかではまあ同じ実とかでたまに会う時ありますけど、うんうん、そうだね。こうやってプライベートで会うのは久々です。かなり久々じゃない？なんか会いにくいですもんね。会いにくい、外も出にくいし。やっぱ飯塚さんといえばプランクじゃないですか。プランクやってますよやってますよ。俺プランクトレーニングってあんまやったことなくて、皆さんファンの方は知ってると思うんですけど、プランクをいろんな海外で撮ってそれを写真に上げてますよね。皆さん見てますか、インスタグラムとかプランクシリーズやってますけど、あれ見ていいなと思って、まねしたらいいんじゃないですか。思うだからいいじゃないですか、ここ行ったらこれできる、なんか自分決めてるポーズで。でも練習とか陸上トレーニングとかでできるプランクトレーニング教えてほしいなと。今明かしてくれプランクといえば僕ですから教えてください。教える、もう桐生にねプランク教えて嬉しい嬉しい、まさかこんな日が来ると。じゃあ何用意しましょう。まずはね、もう自宅でも何でも簡単なものがいいんで、はい、ペットボトル。ペットボトル、ちょっと待って、ペットボトル使ってトレーニング動画撮る。1個ですか ?2 個 ?1 個いこう。1個いく。今ペットボトル、はい、満杯に入った状態500ミリから、はい、もう家でもあると思うんで、これをちょっと飲んでほしい。ちょっとどれちょっとね、ちょっとストップ、ストップぐらいです。ストップ OK。もちろん。OK。少し減った状態のペットボトルを用意して、これを使ってプランクをやりたいと思います。僕もよくトレーニングジムの最中にこういうのをトレーニングしたりするので、それを今日共有します。まず使い方よくわかんないです。まずはこれを負荷に使うから、実際に見せようかな。あ、確かに見せてください。じゃあ最初、サイドプランク。まずは、足はくっつけた状態で、はい、普通のサイドプランク。うつまとく程度ここにあると思うんだけど、これで水を。シェイクして肘が曲がらないように、はいはい、まっすぐキープしてください。振ります。いい感じです。ペットボトルまるで打ってないけどでも大体分かる、はい、でも大体動きで分かる、大体動きで分かる。これをやってみよう。これとはどう違う。これがあるのってやったら、これはいろんな負荷、水が入れることで、はい、たくさんのいろんな方向からの負荷があるから、あ、確かに体をいろんな筋肉を刺激できるってこと。あ、確かに。これたくさんで、で肘は曲げないように、ない、これ正しい。確かに腕結構きますね。くるくるくる。これは何秒何セット。これは15秒4セットぐらい。あ、15秒そんなもんね、はい、そんなもん。確かに。これ女性とかも最高じゃないですか。最高。で出せるってシュッってなりそう。横結構シェイクできるし、はい、横になれば1セット目。でこれのいいところは自分で飲んでとか水を入れたり減らしたりして調節できるんで。確かに負荷を調節できる。女性だってこれも重いと思ったらどうよ。もっと飲めばいいし、で足りなかったら2リットルから1リットル大丈夫やっぱりかな。2個目フロントですね。2個目前向いた状態で片手を上げて振ります。おお、映ってる、映ってます、映ってます。今回は綺麗。これも15秒。でかいなこれ姿勢と大丈夫。大丈夫、え、もうちょうどいい感じですね。これも振りながら、でこれも肘が曲がらないようにしっかり体幹を使ってペットボトルを振るような意識でいこう。で、まっすぐな状態で、まっすぐ、これまっすぐ、そう、まっすぐ、いけるいける、大丈夫、いける。で、前向いて振る。で、あれ、ま、目線したらいいや。そう、それで振るって。あ、結構来るよね。確かに。で、ローテーションしないように、骨盤がローテーションしないように、まっすぐの状態で。で、ちょっと腕がきつくなったら、近くでもいいかも。あ、ここをね。やばい、俺の弱さが。オッケー。弱さがバレる。あ、キリにも弱点があった。なんか嬉しい。今度は上向きですね。上向きで90度の状態でお尻下がらないようにまっすぐ、ここまっすぐキープして割れないようにして、はい、で両手で両おおしおしいかで慣れてきたら足上げてこういうイメージで、これも1分かな、はい、あ、それは1分なんですか。5秒ずつ足入れ替えて、はい、で慣れてない人はこのまま1分か。ああ、なるほど。だから例えば練習後のプロテイン、はいはいはい、シェイカーにプロテイン入れて水入れて、なるほど、練習すればもう出来上がってると1分間で1分間で泡立ちますけどね、またあ、ちゃんと映ってる、ちゃんと映ってる。そう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 、さすがにこれはできる、これはできるよね、確かに、はい、で、これ、まあ、できない人は1分間そう、で足そう伸ばしながら、あ、これハムも来るし、まあ、ヒップリフトの感じでそうイメージで上半身も揺れるから、うん、結構いろんなところに来て、はい、いろんな刺激がいいですね、これ、うん、1分これいつでもどこでもできるし、確かに公園でできるじゃないですか。公園でもできる、公園で一人でシャッやってそう趣味散歩で、趣味散歩で外でこれ派生もできたりしてて、はい、でもさっきのフロントも
肘じゃなくて手のひらを添えた状態でやったりとか、ああなるほど、あと足を上げたりとか、うわそれむずそう、こういう、あばやばいやばい状態であれ食ったりとか、おおやる感じでいっぱいバリエーションもあるんですね。バリエーションたったのが自分の中で、確かに足を開い横でも足開きながらやったりとか、うんうん、いろいろできるからやってみた。まあいろんな、俺はこうじっとした大会じゃなくて走ってる時に作ってるんですけど、やっぱでもじっとしたところも再現必要だなと思って、うんうんうん、で今なんか自粛でなかなか走れないもんね、ああ確かに、プラスアルファでこう家でやってる、うん、もういいかもね。確かに帰ってきてからなんかまあちょっとお風呂、うん、湧き上がる時間までなってやったりして、やっぱ体感強くなって、やっぱ走るとかで、まあ、こう最後崩れるとか、うんうん、そうそう、僕だったら4、まあ、200とか最後だと最後ちょっと腕回すじゃないですか、崩れちゃう時ある、うん、そういう時に最後の最後にこう効いていくかもしれない、ね、安定してスピードを落とさずに残るわけ。でなんか嬉しいわ、なんかきついの見姿を見てちょっと嬉しかったよ。確かに YouTube ってそれこそきつい練習なんかあんまり上げないといけないからね、捉えて、やっぱりそれの捉えてる風な発言と、うん、そうそう、どんなにしんどくても喋るじゃないですか、本気でしんどいし、まあ、捉えてても面白くないですよ、絶対そうだと思う、その人にカメラマンに喋りかけれないし、何もね、こっちも喋らないし、どうですかって言われたら、喋る余裕ないから、そうリストがもう無理だよ、特に冬季とかいっぱい練習してますから、結構もうね、結構走る方にいけるんですよ、はい、ストレッチとかあんましないですか。俺はね、練習中ぐらい、あと家ではやるね、家ではちょっとやるけど、そんなにしないね、うん、風呂上がりと朝軽くするぐらい、硬いからさ、そう、取ります、いや、もうめっちゃ硬いよ、お、あ、届いた、届いた、あ、届く、俺は届く、あ、でも足長俺は足長くないからでもこれぐらい、足首今、ガッチガチに固めた練習してるから、やばい、本当にマックス、それは嘘でしょ、本当本当に俺も持っていくこれとか、それでもマックス、これがあ、でもそれは硬いね、ここはまあ、いろいろトレーニングしてる、でも固めないといけないもんね、そうそうそう、うん、でも柔らかい人もいますね、まあ柔らかいのをこう固める練習もあるし、そうそう、最初からその固めるんですか、うん、ね、今日は飯塚さんにランクトレーニングを教えていただきました、ありがとうございました、ありがとうございます。